花輪信行は、日本のお笑いタレントであり、ナイツのボケ担当である。身長172センチメートル、体重69キログラム。魔石芸能者所属。相方は、土屋信行。三人兄弟の三男。お笑いタレントの花は実刑。千葉にいた頃は、家で一人でテレビを見るなどして過ごしていた。この時期に、大相撲を熱心に観戦したことで、 現在も高角化となっている。また、野球観戦も好きで、大の巨人ファン。小学校5年生の時に、佐賀に引っ越す。中学入学後には、お笑い担当としてすっかり、人気者になっていた。佐賀での小学校、中学校の同級生に、つぼた塾の塾長、つぼたしがいる。中学時代に見たダウンタウンの漫才に衝撃を受け、芸人を志す。 松本一志の目の前で漫才をやることを目標にしており、後に M-1 グランプリ2008に決勝進出して達成した。高校は佐賀龍国高校に通っていた。高校受験の時に龍国高校にしか受からず、総価学会員であるにもかかわらず、浄土新集系の念仏専門のクラスに入ってしまった。高校2年生の時に、 第2の博多花丸、大吉を作る吉本工業主催のオーディション番組、第3回劇から、お笑い面大使に友達と出場して優勝。スカウトされ、福岡吉本に入ることが決まっていた。だが、兄の直樹がお笑い芸人になり、二人連続で息子が芸人になるのが辛い、お前だけは大学にちゃんと行ってくれと思った母親が、 福岡吉本に電話をして断った。大学では落語研究会に所属。卒業後、同じ落語研究会の後輩の土屋とナイツを結成し、魔石芸能者に所属。事務所の社長が浅草からスターを作りたいという考えで漫才協会に魔石芸能者の芸人を入れるというのが毎年恒例になっていた。 活動場所を漫才協会かテレビかの2択で選べと、新人に聞き、皆テレビを希望したが、ナイツだけが、テレビの希望を却下され、浅草で活動することになった。モノマネレパートリーに、内海恵子昭和コイル、ホテ智トモヤス、カ花は、中バッ桂カ歌丸、佐久木などがあり、漫才や、ラジオなどで披露する。特に内海のモノマネは、 デビュー当時から行っている。2007年6月、史上最年少で漫才協会の理事に就任。2009年2月11日、一般人女性と結婚。2014年2月18日に第一子が誕生。2012年3月2日、NHK 佐賀放送局開局70周年、記念地域ドラマ、あの人、あの日に、主人公。 兵頭信之役で、実刑、直樹とともに出演した。その後も2013年1月1日放送の、焦点を正月スペシャルの、モノマネ大喜利でも、直樹と共演している。2013年、テレビ朝日、マツコアリシの怒り浸透で、レギュラーとして、ナレーションを担当する。2015年4月26日、速報。 有吉のお笑い大統領選挙にいて2代目、お笑い大統領に就任。2015年6月12日、漫才協会の副会長に就任。2016年5月18日、第二子が誕生。2018年6月17日、第三子が誕生。2018年12月2日、M-1 グランプリの審査員を務める。 翌年、翌々年を引き続き審査員として出演。いとこが、元プロ野球選手の八重樫幸男の親戚と結婚し、八重樫は登園ながら、親戚になった。コンビとしての出演はナイツ出演番組を参照。